ウィレム・アイス・ブランツ・ボンテコエ、ウィレム・アイス・ブランツ・ゾーン・ボンテクルーは、オランダのオランダ東インド会社の船員で、1646年に出版された、東、インドへの冒険公開、現代、ジャーニュー・オフェジ・ジュデンカル・レイジ・ビスチュリア・イ・ビンジ、バンデオスト、インディシャ・レイズ、バン・ウィレム・イス・ブランツ、ボンテコエバン・ホーン。 ビグライ・ジェーペンド・ベール・アンダー・ライク・イエヌ・ジバル・ライク、聖ケン・ヘム・デア・インウェ・ダー・バリン、ビレム・ボンテクルのホールンから、東、インドへの航海記録とそこで、彼に起こった、驚くべきことや危険な出来事で有名になった。ホールンに生まれた。1607年20歳で父親から船長を、仕事を引き継ぐが、1617年船は海賊に、襲われ、奴隷市場に売られた。 自由にはなったが、船は失われた。1618年東インド会社に雇われた。ジャワへの航海で、船は難破し、救命ボートで進み、現地人の襲撃を受けるなどの苦しい旅の後に、バタビア到着したジャワでは、中国沿岸を攻撃する任務を与えられた。1625年にはオランダに戻り、ホールンで静かに暮らした。20世紀になって、 ヨハン・ファブリシウスの作品の題材となった。ありがとうございます。